どうも、モンキー D 面白ドラゴンです。私ですね、1週間ほど動画投稿とツイッター全くやってなかったんですよ。まあ、それがなんでかっていうと、ずっとね、面白い力を貯めてたからなんですね。まずそもそも面白い力っていうのが何かっていうのをわからない人に説明すると、簡単に言っちゃえば人を笑わせる力ですよね。で、まあその面白い力っていうのは、現実でのね、人とのコミュニケーションだったりとか、 SNS 上でのこうやり取り、あとツイートとか動画投稿もそうなんですけど、そういうのによって知らず知らずのうちにこう減っていくもんなんですよ。で、僕もね、もうゼロの状態、ガス欠の状態でここ半年ぐらいね、ずっと人を笑わせてたんですよ。べしゃりのスキルとかでごまかしごまかし。でもいよいよちょっとやばいなって思ったんで、一回休んで今日まで貯めていました。で、まあね、どれだけ面白い人でも100溜まってて、100溜まってるから面白いってだけで、そういう人はもう5とか6しかないのに、面白いこと言えるかって言ったらほとんどの人も言えないんですよね。スキルがないから、慣れてない、プロじゃないからね。で、俺もまあ100まで貯めようかなって思ってたら、こう休んでるうちに2億万ぐらい溜まっちゃったんですよ。なんで今回はそれをね、もう一気に解放しようかなと思います。俺自身ね、結果わかんない、もう怖いです正直。どうなっちゃうのか、歴史変わっちゃうのかな、バランス均衡崩れちゃうんじゃないかなみたいな不安もあるんですけど、解放しちゃいます。で、まあ面白い力を解放する方法って言ってもいっぱいあるじゃないですか。まあフリートークだったりとか、あと大喜利、一発ギャグ、モノマネ、いろいろあると思うんですけど、僕はね、もうシンプル、初心に帰りたいってことで変顔をしようかなと思います。変顔でその2億万の全てをバーンって1回で解放してどうなるのかっていうのを検証していきたいなということですね。で、まあなぜ変顔なのかっていうと、考えてみてほしいんですけど、2000年前、3000年前、まだ文字とか言葉がない時代、人々は何で笑いのてっぺんを目指し競い合ってたかっていうのを考えてほしい。変顔じゃないですか、どう考えても。結局面白い人とモテるじゃないですか。だから昔はもう変顔する、エッチする、子供産む、子孫繁栄する、金持ちになるって、そういうサイクルだったわけですよ絶対。今もうね、こうごちゃごちゃした世界でいろいろ便利にはなって、過ごしやすくはなったけど、生きにくくもなったじゃないですか。ゼロに戻したいなって思うわけですよ。俺がそのゼロに戻す代表として、変顔する、モテる、エッチするっていうのをしていこうかなと導きます。みんなを、男どもは俺に習ってみんなでついてきてください。変顔して、女性の皆さんは俺のこの今からする変顔を見て、うおーってなったら言ってください。全然いいですよ。前置きがね、あんまり長くなってもあれだと思うんで、もう早速変顔します。変顔をしてこの動画は終わりになります。じゃあね、いきます。